おはようございます。おはようございます。ここはどこでしょうか。今はですね、栃木県の上川町サービスエリアの方に来ております。おー、ついに栃木まで来ちゃいましたか。まあ、遠かったですね。遠かったですね。運転お疲れ様でした。ありがとうございます。今日、栃木で私たち何するんですかね。今からですね、この先にある、那須塩原の千本松牧場で開かれる、CB ミーティングの方に闇屋のブースを出展しに行きたいと思います。おー、ついに闇屋が関東上陸ですか。だいぶ楽しみですね。すごく楽しみですね。普段会えない人にも会えて、こう、どんどん交流が広がっていって、すごく楽しみですね。そうですね。なかなか関東で CB 乗られてる方と接する機会っていうのが少ないので、今回はね、それも楽しみにやっていきたいと思います。では準備して早速行きましょうか。行きましょう。さあ、到着しましたね。到着しましたね。最初ね、雨予報やったんですけど、まあすっかり晴れていい感じですね。めちゃめちゃいい天気ですね。暑さもそこまで暑くなくて、結構過ごしやすいし、バイクも来やすいですね、この天候だと。そうですね。うん。じゃあとりあえず早速、ちょっと時間ないんで準備の方進めていきましょうか。準備していきましょう。はい。準備も一段落して、そうですね、無事に設営も完了しまして、ちょっと休憩タイムということで、そうですね、30分ぐらい休憩できると思ったんですが、続々と来てますね、お客さんが。そうですね、結構ゆっくりできるかなと思ったら、もう続々と集まっております。もう早速ブースにも足を運んでくれる方がいっぱいいて、ありがたい限りですね。そうですね、関東やっぱ CB 盛り上がってますね、かなり盛り上がってますね。ちょっとね、これから続々とまだ車両来ると思いますんで、ちょっとそっちも楽しみにしながら、ちょっとブースの方にも足を運んでいきたいなと思います。
や、にしてももうすんごい量いますね、ほんと。ものすごい台数集まってますね、やっぱ。こんだけ見れるのは結構珍しいですよ、これ。そうですね、やっぱり僕も7班乗り出してまだちょっとしか経ってないんで、こうやっていろんな車両を見れるのは、だいぶカスタムの参考にもなりますし、ね、結構見てて楽しいですね。いろんなカスタムされていろんな塗装されてすごい面白いですもんね、見てて。そうですね、結構純正カラーばっかなのかなと思いきや、意外とね、色塗変えてる人たちもいて、例えばね、この黄色の車両とかすごいこう鮮やかなカラーリングされてますもんね。しかもちょっとナンバー映るんですけど、この方九州から来られてますここは栃木です。すごい気合いの自走です。いやー、やっぱ CB のファンも熱狂的ですからね、ほんと。やっぱり CB はでもかっこいいっすね。うん、かっこいい、ほんとにかっこいいっすね。見てて飽きんすもんね、やっぱり。うん、ほんと何台も来ててもね、顔とか全部違って面白みがね、すごいあるんで、はい、ちなみに今も後ろでは続々と集まってきてまだまだ人来そうっすね、この感じ。そうですね、ちょっとね、このまままだまだ車両来ると思いますんで、ちょっとよりね、楽しんでいきたいと思います。ちょっと今歩いてたらめっちゃかっこいい車両見つけたんで、ちょっとカメラマンさん撮ってもらっていいですか。こちらですか。これ渋いっすね。めちゃくちゃ渋いっすね、これ。いやー、いいなー。これタンクのカラー、これなかなか見ないっすよね。いや、これタンク自体なかなか見ない。あ、確かにめちゃくちゃ全体的になんか渋くて、そうですね、結構個人的には結構ぶっ刺さった車両なので、ちょっと今オーナーさんに許可をもらって車両だけ撮影させていただいてます。いやー、いいですね、これ。いやー、すごい乗ってみたいな、これ。かっこいい、ほんとかっこいいですね、これ。Ha ha ha!